15歳。しかし表情の豊かさにご注目ください。直線的にソビエトの少女らしい歩き方です。そういえばカリンカ、この曲は開会式のマスゲーム、その民族舞踊の大フィナーレに使われた曲と同じです。屈伸のダブル宙返り、現在世界でこのナイムシナだけでしょう。観客の拍手がこうします。規定そして自由とソビエトのチームの最初の演技者として見事にその大役を果たしています。15歳のナイムシナ、まもなく彼女もそのナショナルチームの中心になっていくことでしょう。このモスクワオリンピックの一つの花です。片手の後転跳びの連続、そしてこの部分はタンブリングは屈伸の後方宙返り。4種目終わりましたナイムシナ、ほっとしているところです。しました。今得点が 9.95 です。最初のソビエトの最終種目の演技者ナイムシナ、 9.95 が出ました。これで彼女は 78.40 で規定自由